奢ってもらえるちょっとね、テンション、自分、テンション上がらないとか、モチベーション上がらない人いるじゃないですか。僕もね、これ、モチベーション上がんないですよね。別に、僕が儲けてるわけ。これ、なんかよく聞かれるのが、これ吉谷さんがやってんすかみたいな。いや、僕やってないので、1円もお金入ってないですからね、僕ね。 ね。僕、毎回儲かってないですから、これ自分でやっぱモチベーション上げていかないと取れないわけですよ。ね。鷲津さんが、毎日ね、よ、今日も儲かりました、みたいなね。もう嫉妬でしかないですよね。いいな、羨ましいな、みたいな。ウィー、みたいな。はい。まあそんな感じです。まあ裏話ですけど。<laughs> 人が儲かったものをね、僕、動画撮ってるわけですよ。おい、チも儲かってないやん、ブックメーカーで、みたいなね。<laughs> まあ今度売りますよ。まあ商品は売りますけどね、そのうちまた。 はいえー、本日は3ベッド19,433円のプラスでした、はいえー、今日も買っております今日は名古屋昨日まではこんな感じでしたカントリーかんばないカントリーマームこの道ずっとわしず <laughs> 終わります